ガルシア6世は、ナバラ王。ガルシア・ラミレスとも、また姫の家のナバラ王では、同盟の王の4人目であるためガルシア4世とも、呼ばれる。アラゴン王三著一世による、併合以来58年にわたり、アラゴンとナバラは、同訓連合となっていたが、ガルシア6世からは再びナバラは単独の王を、いただくことになった。ガルシア・ラミレスにより、アラゴンからの独立がなったことから、 復興王と言われる。12世紀初めの生まれ。父、ラミロ・サンチェスは、ガルシア3世の諸子で三女四4世の異母兄弟である、サンチョガルセスの子。母、クリスティーナ・ロドリゲスは、エルシッドこと、ロドリーゴ・ディアスの娘であった。1134年、アラゴンナ・バラオ・アルフォンソ一世は、自身の王国を、テンプル騎士団や、西洋羽騎士団に譲渡することを遺言し、死去した。 しかし、アラゴン王国及び、ナバラ王国の貴族らは、この遺言を拒否し、それぞれ独自に後継の王を選んだ。アラゴンが、アルフォンソの弟ラミロ二世を王位につけたのに対し、ナバラは、貴族、皇位聖職者、都市代表からなる会議が、ガルシア三世の彦であるガルシア・ラミレスを王に選び、それぞれの王の即位により、ナバラ王国とアラゴン王国の同訓連合は終わった。 七世は、ナバラの都市化が進み、オリテモンレアルに、フェロが与えられた。一方で、カスティーリャをアルフォンソ七世に従属する立場となり、1135年に、新珠を誓い、1147年にアルフォンソ七世が、主導したアルメリア遠征に、バルセロナハクラモンバランゲー四世らと共に参戦した。1150年に死去、息子三ョ六世が後を継いだ。 1130年にマルガリータでライグレと結婚し、以下の子女を設けた。後、1144年にカスティーリャオアルフォンソ7世の諸子、ウラカと再婚した。ありがとうございます。